北敏幸は日本のプロダクトデザイナー。大阪市生まれ。1969年よりイタリアと日本でデザイン制作活動を始める。海外、日本のメーカーから家電、ロボット、家具、家庭日用品に至るまでのデザインで多くのヒット製品を生む。作品の多くがニューヨーク近代美術館、パリのポンピデュセンターなど。 世界のミュージアムにパーマネントコレクションされている。また、日本各地の伝統工芸、地場産業の活性化、及びクリエイティブ、プロデューサーとして、多方面で活躍する。大阪芸術大学芸術学部デザイン学科教授2009年により、日本の住まいと暮らしのリノベーションの国際見本誌、リビングデザインを総合プロデュース。また、リノベーションプロジェクト、リノベタを提唱。 2011年に、イタリアの黄金コンパス賞受賞。2017年イタリア共和国より、功労勲章コンメンダトーレオ受勲。2018年平成30年度、知財功労賞において、特許庁長官表彰で、知財活用企業を受賞。ウィンク、カッシーナ1980撮影、マリオキャリエリ永久コレクション、ミュージアム・オブ・モダン・アート、ニューヨーク、 センター、ジョルジュ・ポンピドー、パリ、ビトラ、デザインミュージアム、ワイルライン、ミュージアム・ファージャンストウントグルブ、ハンバーグ・アクオス・ C1、シャープ2001撮影、ルイージ・シュコッティ・ A 久コレクション、ミュージアム・オブ・モダン・アート・マンチェン・ミュージアム、ファーグンストウントグルブ、ハンバー。ありがとうございます。